駅構内自体はそんな大きくないんだね。とりあえずこっちの方の方が見た感じ栄えてそうだったから、こっちから行ってみようか。こっちは西口みたいですね。はい、とりあえず西口から散策してみようか。うん。お、早速何？バガキンあるじゃん。ロータリーこんな感じになってんだ。もうすぐさ、あの選挙あるから選挙活動してるね。ここが世のか。はあ。なんか駅ロータリーにオブジェがあるね。これ何のオブジェなんだろう。こんな感じ。なんだろうね。結構高いマンション、ロータリー周辺にありますね。10月の25日、どうも、ヨネオーチャンネルです。今日はね、ヨノ駅に来ております。駅にはね、バーガーキングが入ってますね。すごい、なんかバーガーキングの、駅がもうバーガーキングの建物みたいだね。ということで、今日はなぜヨノ駅に来たかっていうと、そういえば、あの、大宮と浦和の間の駅って、あの、埼玉新都心以外、京浜東北線沿いで降りてないなと思って、で、かつてね、大宮と浦和の間って、与野だったんですよね。で、与野駅って、かつて20年ぐらい前までは、市として存在してたんですよ。まあ、埼玉市の合併に、伴い亡くなってしまったんですけど、市だったんですよね、ここは。紛れもなく。まあ、ある意味独立国家みたいな。で、今、埼玉市って何々区、何々区とか、区で分けられるような形になってると思うんですけど、あの、与野区っていうのはなくなっちゃったんですよね。ここって何区だろう？緑区かな？お、なんか女性の銅像がありますね。とりあえず与野降りたの初めてなんですけど、こっち西口ね、結構駅ロータリー広くて、なんか印象としては栄えてる感じがしますね。薬局もあって、たこ焼き屋さんがあって、とりあえずなんとなく西口の方を散策して、東口の方も行ってみましょうか。あ、手作り豆腐屋さんとかもあるんだね。いいね。昔はね、自分の地元の駅もね、豆腐屋さんあったんですけど、なくなっちゃいましたね。結構駅周辺のテナント入ってますね。なんかいろいろさ、北与野とか南与野とかあるけど、なんかその方角のついてない駅って栄えてるイメージあるよね。なんか割といろいろあるなっていう雰囲気があります。うなぎの、川魚の料理屋さんとかもあるんだね。あんまり離れちゃうと何もなくなっちゃったりするからな。お、奥の方には何、スーパービバホームとかもあるんだね。住むにはなんかちょうど良さそうな雰囲気、北浦和みたいな、匂いがちょっと漂ってますね。割とね、なんかおしゃれなね、高層マンションも多い感じ。ホームセンターが駅近くにあるのは便利ですよね。ちょっとあまり奥に行くと、なんか何もなくなっちゃいそうなので、この辺でちょっと引き返しましょうか。もうなんか住宅地の雰囲気が漂っちゃってますね。それにしても高いマンションが、多いですね、割と。まあ、超高層ってわけじゃないんですけど、そこそこ高い、まあ、タワマンと呼んでもおかしくないようなマンションがたくさんもう立ち並んでるような感じです。これもなんか工事してるけど、
結構高いマンションに、仕上がってくんじゃないですかね。もうダメだね、こっちの方は住宅地だね。駅周辺戻ろうか。本当にもうマンション移してるわけになっちゃうからね。いやー、建設現場で働いてる人ってやっぱすごいよね。うん、スイスイとあの鉄のなんつうの、あれの鉄のパイプ、組み重なった鉄のパイプの間をスイスイとこう歩き回ってさ、こう着々と工事を進めていく様、うん、なんか男の中の男な感じがするね。昔こういう仕事に憧れてたけどさ、あーなんつうかちょっとね、あまりにも高いところはちょっと怖くてね、なんか落ちて勢いでなんか自分死にそうな感じがしたんで、さすがに集中しちゃうと注意力が散漫になる節があるから、こういう仕事はちょっと向かないかもしれないですね。ここはクリーニング屋さんか。おお、なんかかなり大きな建物ができるんですかね。結構な敷地面積を取って工事してますね。はい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 、はい、駅ロータリーの方まで戻ってきましたね。まああんまり遠く行っちゃうとさすがにもう住宅地になっちゃいますよね。ここは何？コミュニティセンターなんだ。はあ、コミュニティセンター、レンガ調の外壁が美しいコミュニティセンターがございます。中には何だろう、塾とか、まあクリニックとか、ああモスバーガーとかも入ってるみたいですね。ああいいですね、ファストフード店。もう初っ端からバガキも見つけたし、ハンバーガー食うには最高だね。向かい側にも同じくレンガ調の建物、同じ系列の建物かな。この建物の中には郵便局とか串カツ田中とか、なんだ、人参食事と酒、人参居酒屋かな、今は閉まってますけど、美容院とかが、入ってますね。はい、こんな感じ。不動産屋さんもあるか。でこの建物自体は主に何だろう、テナントが下に入ってて、上の方はなんか何だろう、オフィスというかマンションですかね。隣の建物もそんな感じです。ヨモってやっぱなんか、うん、住み心地は本当に良さそうだよね。あー、小学生もう授業終わりなんだね。今1時くらいだけど、こんなに早く授業って終わるっけ。あ、今日はあれか、金曜だから早上がりなのかな。お、タン、肉料理とワインのお店がございます。もうちょっとまっすぐ先進んでみましょうか。あ、ここはランチやってますね。肉バル単人商店、あ、うまそうだね。なんかカフェとかあったら、カフェとか入ってね、ちょっとお茶して帰りたいっすよね。それにしてもなんかベッドタウンっていう雰囲気がにじみ出てますね、本当に。もうでも外に空き瓶が並ぶ美味しそうなこう居酒屋さんとかありますね。ホップとリップ、クラフトビールとモロッコ料理の店、いいね。こういうお店もあるんだね。といっても自分そんなに居酒屋とか行かないんだけどね、どちらかというとカフェとか、そっち派ですね。ああもうなんか小学生下校してますね。もう学校終わりなんだね。保育園もあるし、なんか本当にあれだね、住むにはちょうど良さそうな感じ。
まっすぐ行けばなんかある程度、商店が点々とね。ここも町中華ですかね、中華料理のねねさん。なるほどね。お、ショーケースの中に飾られてるディスプレイ、うまそうだね。天津麺とかいいね。お、おしゃれなお花屋さんもございます。あ、ここはあれか、与野ロードって言われてるんだ。はあ、はあははあ、とりあえずもうちょっと与野ロードまっすぐ行って引き返そうか。有限会社石材屋さんか。飲食店とか出くわしたいっすね。お、イタリアの看板、アイビスホームってイタリアンレストランかと思いきや不動産屋さんですね。ここはカフェバー。あ、カフェバー、カフェバー閉まってる。あ、2階なんだ。でもなんか2階、開いてる感じがしないけどね。ここはハンコ屋さんですね。エネオスのガソリンスタンドが見えるんで、そこでもう引き返しちゃいましょうか。反対口もあるしね。あ、大きめの声優セリアとか島村が入っている声優がありますね。とりあえず与野ロードをまっすぐ歩いてきましたが、こっちの声優の方、島村とかセリアの入ってる声優の方行かずに、どうしようか、うん、こっちの方、左側回って引き返しましょうか。このなんか何、信号渡った先には見えるのが立ち飲み屋さん、スパロー、中華料理店さん、味自慢、味楽さん、入っている建物がございます。さあ曲がって引き返した先にはどんな景色が待ち受けてるんだろうね。ここはあれか、中山道ですかね。とんかつ堺精肉店さんがございます。堺精肉店さんって結構なんか見かけますけど、まだ食べたことないですね。とんかつ屋さんだと自分サボテンぐらいしか行ったことないかもしれない。はい、ファミリーマートがありますね。このまままっすぐ行っちゃうとあれだね、浦和とかに行っちゃいそうですよね結構歩かないと着かないと思うけど。したらもうこの辺ファミリーマートの矢印がこっち向いてるから、ここ入っちゃおうか。あー、でもあれか、住宅地ですね。住宅移してもしょうがないからな。まあまっすぐ歩っていけば何かしら見つかるでしょう。何かしらね見つかると思いきや、ひたすらね住宅地でしたね。やっぱり中道入っちゃうと何にもないっすね。ああ、そううまくはいかないもんだ。ということで早送りで今お送りしております。はい、ああ、レンガのおしゃれな建物、さっきも見たと思うけど、さっき見た建物の裏側かな。ああ、特に何かお店がやってるっていう雰囲気はないですね。お、何何、おしゃれなインテリアショップですかね。中には大理石のライトとか置物が販売されてますね。インドネパールレストランサルミラ。ああ、いいね、美味しそうだね。ああ、
めちゃめちゃカレーのいい匂い。入ろうか。ということで、匂いにつられてインドネパール料理店サリミラさんにお邪魔しました。メニューはこんな感じ。お昼時に訪れたのでランチメニューですね。基本的にセットメニューになります。今回は2種類のカレーセットにしました。選べる2種類のカレー、ナンまたはライス、サラダ、ソフトドリンクのセットです。ナン、ライスはおかわり自由で、これで税込み1000円。すごい。カレーはこの9種類から選べるんですけど、今回はマトンカレーとチキンカレーにしました。まずは前菜のサラダ、量も程よかったですね。シャキシャキして美味しかった。続いてマンゴーラッシー。ラッシー飲む機会ってこういうところ来ないとなかなかないよね。街ぶらして疲れてたから甘さにパンチがあって本当に美味しかった。ということで2種類のカレーとナンのセットが届きました。ナンバカでかかったですね。これでおかわり自由とかすごいね。まずはマトンカレーからたっぷりつけてね、いただきます。マトンがなんだかよくわからなかったんですけど、どうやら2から7歳ぐらいの羊の肉をマトンというらしいです。独特の臭みがあると言われている肉なんですけど、確かにそうですね。ただスパイスがしっかり効いててうまく中和されてましたね。癖の強いカレーが好きな方にはたまらないと思う。はい、続いてチキンカレー。もうこれはね、王道に美味しいです。はい、中にね、大きなね、食べ応えのあるチキンが2つ入っておりました。他のチキンカレーとちょっと違うなと思った点もあって、なんだかね、豆のいい香りと味わいがありましたね。豆の風味がいいアクセントになってて、ここならではのチキンカレーって感じで美味しかったですね。また食べたい。はい、ということでライスを最後におかわりして、残ったカレーをハーフ&ハーフにしていただきました。ライスでももちろん美味しかったですね。でもやっぱりなんだかんだインドネパール専門店なんで、最初はナンで行ってほしいですね。もちもちのナンとの相性抜群のカレーでございました。最後は甘いマンゴーラッシーでフィニッシュ。本当に美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、食ったもちもちのナン最高だったね。こっちの方行くと与野ロードに行っちゃうから、この道から行こうか。まあ特に何があるっていうわけではない、なさそうな道だけど、この道まっすぐ行って、何か見つけられたらいいなって感じで歩いてみましょうか。電気商会、町の電気屋さんですね。町の電気屋さんもだいぶ減っちゃいましたよね。電化製品とかも昔はよくビッグカメラとかね、そういうところで買ってましたけど、それ以前はさ、結構うちのおばあちゃんとかそうですけど、町の電気屋さんに顔出してね、電化製品とか買いに行ったりとか、壊れたら修理で町の電気屋さんに駆け込んで直してもらったりとかしてましたよね。もうここ最近そういうこともなくなってしまいましたよね。というかカスタマーセンターとかもさ、逆に昔よりもなんかちょっと不便になりましたよね。まあ、人手不足とかそういうものを解消するためにだとは思うんですけど、やっぱり人に対応してもらった方が安心感もあるし、結構やっぱりカスタマーセンターの人プロだから分かりやすく説明してくれるじゃないですか。でこの間なんか Wi-Fi かなんかの故障でその会社に連絡したんですけど、人に繋がるまで結構時間かかっちゃったんですよね。しかもそれまでの間自動音声とかで何をどう選択していいかもよくわからないし、かなり不便だなっていうふうに
思いました。駅に戻ってきましたね。西の国健やかプラザっていう、こう少し歩いて反対口行きましょうかな。ヘアカラー専門店、割と高層マンションのね、あの建物の下ってこんな感じで、結構クリニックとかテナントがありますよね。お、これね、しっかり真ん中とかにさ目描いてくれたら完全にね、某ゲームのキャラクターになるのね。もうね、いかにもあの某ゲームのキャラクターに見えてくるこちらのオブジェなんですけど、玉ねぎをモチーフにした夢玉っていうオブジェでして、全労祭埼玉本部のモニュメントだそうです。まあでもさ、スライム想像しちゃうよね。あのね、もうあれ完全にさ、目あったらあれだよね、スライムだよね。そこまではやっちゃダメだよね、さすがにね。はい、こんなところですかね。この辺は特に何かあるっていう感じはないかな。あ、このさ看板のお店、なんか浦和とかでも結構見かけた気がしますね。イタリアン料理、あるじゃん、飲食店。本当に駅に隣接している建物にはこんな感じで美味しそうなね、ラーメン屋さんとか、創作ダイニングのお店とか、大阪王将のお店とかがありますね。まあ、これぐらいの規模のお店があると、こうあの飲み食い、ちょっと飲んだり飲み食いして帰ったりとか、まあ、コンビニもあるから非常に便利ですよね。という感じで、はい、西口こんなところにしておきましょうか。はい、ここも居酒屋かな。あ、美味しそうな焼き鳥売ってますね。はい、こんな感じ。ということで次、東口行ってみましょうか。バガキン食いてー。何これ、リップル保育園。お、フクロウの可愛いイラスト、子供たちが描いた可愛いイラストが飾られてますね。さあ、反対口は何があるんですかね。ヨノの動画はなんか一本でまとめられそうですね。来週はね、あの北本のお祭りに行く予定があるので、ここでもうヨノの動画一本にまとめて終わらしちゃおうかなって言ってたらさ、意外と逆口栄えてったりして、動画の内容が濃密になったりするからな、ちょっと分かんないけど、まあ、とりあえず行ってみようか。与野駅の反対口、ここが東口になりますかね。ここ何、フィットネスジムか。あ、こっち側はデイリー山崎とかそんな感じになってんだ。ロータリーは東口の方はそこまで広いっていう感じではないですね。お、ケーキ屋さんがありました。はい、デイリー山崎、昔、10代ぐらいの時にバイトしたことがありますね。セブンイレブンが揚げ物を売り出す前からデイリー山崎が揚げ物を売ってて、セブンと掛け持ちでアルバイトしてたんですけど、デイリーは揚げ物があったから、その当時めんどくせえなと思いながら働いてましたね。今やもうセブンイレブンはセブンイレブンでも揚げ物を売るようになったんで、まあ当たり前ですけど、その時揚げ物をやっているところって結構少なかったんですよね。ローソンとかファミマもセブンと同時期ぐらいに揚げ物始めたんじゃなかったって。それまでってサークル系とかね、サンクスとか以前ありましたけど、合併とかして
なんかファミリーマートとかとくっついたり、ローソンとくっついたり、なんか海外のコンビニチェーンとくっついたりしてなくなっちゃいましたよね、サークル系サンクスとか。ここはあれかな、旧中山道沿いとかになるのかな。本当に古そうな、建物のあのお店がありますね。田中屋酒店さん、すごいね、味のあるお店になってます。お、セブンイレブンありましたね、テナントを借りたセブンイレブンですね。看板のなんか設置、建物の構造上セブンイレブンの看板が一個飛ばしみたいな感じで看板がついてますね。これはこれでちょっと面白いですね。さあ渡ってちょっとまっすぐ行ってみましょうか。はい、ここはサンドイッチの専門店です。専門店パン屋さん、サンドイッチの専門店パン屋さん。あ、今日休みですね。パン屋さん、お食事どころ、喫茶店かな、ありましたね。ちょっと渡ってみてみましょうか。はい、ここでもう引き返しちゃおうかな。あ、引き返しちゃおうか。はい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 、ここまっすぐ行っても何もなさそうだもんね。はい、引き返します。お、キーコーヒーですね。お食事どころ、喫茶店ヒロさんですね。はい、ここレストラン喫茶って書いてあるね。いやー美味しそうだね、こんな感じ。大盛りのナポリタンとかめちゃめちゃうまそう。カフェもあるじゃん、いいね。ご飯食べてなかったらな、寄りたかったな。あー、どうだ、ちょっとだけまっすぐ歩って行ってみようか。こっちの方も美容院があって、ヨノマルシェ、ヨノの名産品とかが売られてるんですかね。マルシェがあって、ここは何、あー、リハビリセンターですかね、があると。で、処方箋中心のここはセイムスですね、あって、ここ最近ね、うちの近くにもできましたけど、あのチョコザップ、ほんと増えましたよね。まあさすがコンビニジムって言われるだけあって、事業展開が本当に早いですね。ほら、チョコザップ、うちの近くにもあります。2980円、どうなんだろうね。でもなんか女性向けって感じがしますけどね、チョコザップは。がっつりトレーニングしたいって人にはちょっと、器具とかそういうのを見てみてもなんか物足りないような感じはしましたね。あ、ここに何、別のスポーツスパとかあるから、まあ、がっつり運動したいって人は、まあ、チョコザップよりもこういうところ行った方がいいんじゃないですかね。横断歩道ねえからさ戻れねえな、結構奥の方まで行かないとないね。あ、奥の方行ってもないのかな、わかんない。ここは、あ、タバコ屋さんがありますね。昔ながらのタバコ屋さんもあります。横断歩道欲しいこの橋人も渡れるようになってるかな。あ、すごいおしゃれなレストラン発見した。埼玉の旅、
結婚式の二次会とかさ行われそうなところですね。埼玉の旅オンザテーブルさん20周年スペシャルディナーが、食べることができるみたいです。うまそう。建物も非常におしゃれでいいですね。あ、この橋神木橋っていうんだ。あ、渡れるじゃん。橋渡んなくても渡れたわ。ここくぐっちゃおうか。くぐって駅の方に戻りましょうかね。ああ、何これ。面白いキッチンカーがありますね。まあ面白いというかキッチンカーですね。ポテトとかいろいろ売られてますな。宮崎県のハーブ鶏のお店ですね。お、与野の神社発見しましたね。何神社っていうのかな。ちょっと境内見てみましょうか。ここは、あ、聖、あ、稲荷神社か。はい、ここに稲荷神社がございます。稲荷神社特有の連なる鳥居とかはないですね。大原稲荷神社、まあ御祭神は一緒ですよね。鵜飼の御霊の狼、この間勉強したあのお稲荷さんですよね。こっちには、お、あ、ここは大原比叡神社って言うんだ。ご祭神は佐野のみこと暴風の神ですよね。この間大宮の動画で勉強したんでちょっとだけ神社の知識あります。ちょっとだけですけどね。この辺から戻ろうかな。もう10月も終わりますけど、ちょっとやっぱり少し歩いてると汗ばむぐらいの暑さはありますね。あ、この通りは住宅地だね。何かあるっていうような雰囲気ではなさそう。このままちょっと住宅地のスキップしましょうか。ハンカレ食堂さん、焼き鳥のお店ですね。お休みです。ここも焼き鳥のお店、焼き鳥煮込みのお店、大衆居酒屋ですね。ここも居酒屋。居酒屋ストリートですね。趣のある建物です。はい、ということで駅まで戻ってきました。え、世のはもうこんな感じかな。ああ、特に他にこれといって何かがあるっていうわけではなさそうですね。うん、駅前にはチーズケーキ専門店とかあるんだ。伝説のスタミナの、まあ、飲食店があってクリーニング屋さんがあって、あ、うなぎのお店もありますね。はい、地域密着型の八百屋さんがありますね。ちょっと渡って戻りましょうか。はい、ここはファミリーマート。はい、ということで、与野駅の動画以上になります。まあ、初めて来てみたけどこんな感じなんだっていうのが知れてよかったですね。どの町にも同じこと言えますけどね。お、看板綺麗、チーズケーキ専門店満天堂さんですね。いいっすね。はい、ということでこんな感じで以上になります。来週は北本のお祭りをお送りしようかなと思っておりますのでよろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。